やだ。待って。私私だけだよ。もう寝てる人もいるんだから。ついといで、星でも見よう。
ミキちゃん。内緒ね。これ。全部だよ。夜中に連れ出したこと、勝手に屋上に上がったこと。まあ、私は問題児だからね。今更何しようが、先生たちも呆れて何も言わないだろうけど。そ、寮に住んでるくせに遅刻はしまくるわ、規則は破りまくるわ。さっさと卒業していなくなってほしいってのが本音だと思うよ。静かだね。いつもは消灯時間過ぎても結構あちこちで話し声とかするんだけどね。ミキちゃんは夏休みどうすんの？おお、やった！お仲間一人発見。その方が楽しいからね。夏休みの間中、居座る寮生は数えるほどだからさ、多少は無茶もできる。そいつは残ってみてのお楽しみ。じゃあ、期待を裏切らないようにしなくちゃね。大丈夫大丈夫、私のやることに抜かりはちょっとしかないから。まあ、大丈夫だと思うけどね。多少大きな声を出しても中には聞こえないよ。あとね、残った連中同士かなり親しくなれるんだ。よく知り合ってみると、今まで嫌な女だと思ってたやつが意外と面白い面を持ってたりね。あれ？わかる？
ああ、なるほど。そういえば、ミキちゃんは帰国子女だったっけ。どう？日本で見る星は。あ、そうだ。これ、タマモから預かってた。私に？何？へえ、ちょうどいい。一曲吹いてよ。後で洗っとくから。間違ってもベロベロ舐めたりしないから安心して。どうぞ。だいたい開けなきゃ吹けないでしょうが。なんか得意なの一発。ああ、私でも知ってるようなメジャーな曲がいいな。ブラボー。なかなかいいもんだね、ハーモニカってのも。マサホね、ミキちゃんを追っかけてきたよ。嫌われたって泣きじゃくってた。なだめて帰らせるの苦労したな。それだけ。私が知っててミキちゃんの知らないことは。Thank you.
うん。ところでさ、お腹空かない？じゃんじゃじゃんじゃんじゃん。お腹空いたままだと何でもかんでも悪い方へ悪い方へ考えちゃうからね。食べるでしょ。ポットがこれに。あれ、知らなかった？私は謎の寮長なんだよ。
ここで待ってれば会えると思って。ちょっとだけ話を聞いて。これで最後だから。別れを言いに来たの。違う。お別れってそういう意味。ううん、本当。だからね、だから最後に仲直りしておきたいな。ヨシキは、ヨシキ君はもう私のことなんか嫌いになったかもしれないけど、大好きだったんだもん。この前のこと謝って、謝らなきゃ。
本当ダメな彼女で呆れたでしょ。でもね、一個だけ信じて。私、本当に、ヨシキのこと、本当に。本当だよ。許してくれる？体育祭。楽しかったね。これ宝物にする。あとね、あとは
システムデータをセーブする？セーブが終わったよ。ファイナリスト。